3分でわかるバーチャルおばあちゃん。ああ、始まったよ。あ、シンジ君みたいになってきた。あるわ。エーティビル。今新劇場版の CG を使った感じになってきたよ。だんだん。わ、エーティビルやめたよ。あす、あやだみ。おっと、説得する。銃を早く2階に銃を。知ってんだよおばあちゃん。2階の引き出し。あやるねこの子ね。わっわっわっおーほはっはっはっジョー頑張れジョー立つんだジョー。えいえいうまいうまいよばあちゃん。から危ない。おーおー激しいアクション。おーえいへ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 いうわーおーしあいえええええずっと押すのボタンを。あーなに何してんの。あなんてこと。恐ろしいね。お父さん死んじゃ防ごうと思ったのに。カルリシアみたいな。ハンソロ見ましたか皆さん。カルリシアみたいな。万引きするレシからお金を盗む銃。ちょ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 違う。え？外で待ってて。すぐに行くから。だっておばあちゃん、ハンソロ見たんだもん。怒るから訴える。冷静に進める。攻撃的な態度で冷静に進めよ。言う通りにすれば殺しはしない。あ、いいね、ハンソロっぽいよ。レジを開けて。レジを開けて。GTA になってきてるじゃん。これ GTA と一緒じゃん。結局。最初はね、真面目なゲームかと思ったけどね。金を出せ。お金をカウンターに。そう。こいつにさせるのがいいよね、一番。安全だよね。後ろを向かせるとなんかこっそりなんかね、スマホでやるかもしれないもんね。よーし、ここは慎重に行くよ。絶対にせ、やばいことになる前にここから出て行きな。外に子供がいるでしょ。粘るねー。名前はアリス。まだ9歳なのに今夜あの子はとてもひどい目に遭ってきたの。いいね、なんかかっこいいね、おばあちゃんね。あったかいモーテルに泊まれるのよ。おばあちゃんの使うカーラかっこいいだろ。にはいかないの。そうだよ。おお、解き伏せたよ。カルリシアンもね、実はいいやつだよね。あったかいね。人の心ってあったかいよね。優しい。コンビニ店長優しい。ハートフルストーリーだったね。アメリカでもこんな人もいるんだね。お金は手に入れた。